はい、こんにちは。パーカッション高文です。ゼロから始めるパーカッションフットクラブ編。この動画シリーズではフットクラブ、いわゆる足クラ、について1から、いや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画でこの足クラブを演奏するための下積み、下準備、基礎練習をひたすらやってきたわけなんですけれども、今回からいよいよこのねクラブを踏んでいきたいと思います。はい。で、今回やるのはベンベクラブ、またの名をアフロクラベというクラベなんですけれども、まあ、いわゆるね8分の6拍子とか8分の12拍子で書かれるアフロ系のクラベになります。で、いわゆるアフロ9番のルンバクラベとかソンクラベっていうのもこのベンベクラベ、アフロクラベから派生してきておりますので、これから習得するのがいいのではないかと思っております。はい、はい、ではまずこのクラベのリズム、打点から確認していきましょう。今回のクラベは 1-2-3-4 っていう4カウントを全部で3回カウントします。つまり 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4、 はい、これが一つの周期長さになります。これが1クラベ分ですね。つまり全部で 4×3 で12カウントということです。これに合わせて踏んでみますと 1-2-3-4-1-2-3-4-1-2-3-4、はい、こんなクラベになります。 1-2-3-4-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 
回までやった、1と3に踏む表のパターンっていうのがありますね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4っていうやつと、これの反対、2と4で踏む裏のパターンっていうのがありました。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。はい。これらの組み合わせだけでできます。はい。っていうことに気がつきましたでしょうか。今回は1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4の、3回分のカウントなんですけども、これに対して最初に表を踏みます。つまり、1、2、3、4。で、あとに2回は裏です。1、2、3、4、1、2、3、4。お分かりいただけましたでしょうか。つまり、1、2、3、4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 、1、2、表、表、裏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 、表、表、裏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 、表、表、裏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 、っていう感じ。表、裏、裏っていう感じですね。で、一応細かいところも一瞬だけちょっと解説させていただくと、今回ね、1、2、3、4、1、2、3、4って4カウントで4つ区切りで捉えていただきたいんだけども、これ3つで区切っても別にいいですよね。全部で12なんだから、3つ区切りで 3×4 で取ってもいいと。つまり、1、2、3、4、1、2、T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 、4っていうのは、1、2、3、1、2、3、1、2、T、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3と取ってもいいわけだ。はい。まあ、つまりこれが、まあ、4でも3でも取れる複合拍子、ポリリズムっていうことなんですが、今回はね、この細かい話は一旦置いておきます。はい。今の話忘れていただいて構いません。はい。今回はとにかくですね、これを機械的にメカニカルに、捉えていく、4で区切って、表なのか裏なのかっていう分かりやすい分類で、かつ、4で捉えればですね、こう手で何か叩いた時もずっとこう右左右左で勘定できますね。いわゆる1、2、3、4、1、2、3、4の、まあ、よくやる感覚のまま延長線上で考えることができますので、今回はね、限りなくメカニカルに4つ区切りで捉えていきたいと思います。はい。ではまずは口でカウントをしながら足で比べパターンを踏んで、このパターンにとにかく慣れましょう。はい。ぜひね、見ながら一緒にやってみてください。ゆっくりやってみますね。いきますよ。せーの。1、2、3、4、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 1。という感じでございます。まずは、これをね、ひたすらやってください。ひたすらやって、もう体に馴染むまで、慣れるまでね、繰り返してやってみてください。
はい、ではこの足に慣れましたら、今度は手拍子ハンドクラップを加えていきます。今までやった通りですね、順番にこの 1,2,3,4 に、手を当てていくっていう風にやってみます。口と足は変えずにやっていきます。まずは1に手拍子でやってみます。いきますよ、せーの、はい、できましたでしょうか。できなかった場合は一回ここで動画を止めていただいて、自分で必ずね、できるかどうかっていうのをね、確認してやってみてください。はい、で、できた方は次2いきます。2ね、裏の2と重なります。最初の表だとずれるっていう感じですね。いきますよ、せーの、はい、これができたらどんどんいきます。次3です。はい、最初の表の3と重なって、裏では重ならないというパターンですね。いきますよ、せーの、はい、できましたらラストは4ですね。表ではずれて裏の時に4と重なるパターンになります。いきますよ、せーの、はい、まずはこの 1,2,3,4 それぞれが確実にね、間違わずに叩けるっていうところまで練習してみてください。はい、でこれができるようになりましたら、まあ、お察しの通りね、今度はこれをつなげていくっていう感じになります。カウントと足クラはキープしたままで、今度はね、ワンクラベごとに1,2,3,4 ってどんどん切り替えていくっていうのをやってみましょう。はい、ちょっと難しいですよ。せーの、はい、という感じです。はい、まあね、やってることは今までと何ら変わらないんですよ。ただこのね、長さがちょっと長くなっていっているっていうだけなので、まあ一個一個丁寧にやっていただければと思います。はい、でまあ唯一ね、コツがあるとすれば、これを 1,2,3,1,2,3,1,2,3 っていう、3カウントで勘定していないっていうことですね。まあ4カウントでカウントすることによって、表か裏かの2択で捉えることができますし、最終的にね、この腕、上半身も乗せていくわけになるんですけれども、腕っていうのは2本ですから、まあ、偶数で勘定すれば右左の交互の順番が崩れずに済みますから、いわゆる2拍子とか4拍子、まあ、よくある音楽で、演奏されるような腕の使い方と同じ使い方で、考えることができる、捉えることができるっていうところでございますので、まずはちょっとね、これに慣れていただいて、ひたすらね、まあ、こういう地味なメカニカルトレーニングなんだと思っていただいて、やっていただければいいかなと思います。はい、じゃあね、この手拍子ができるようになった人は楽器でやっていただければと思います。同じように 1,2,3,4 を
ワンクラベごとにチェンジするっていうのをやってみましょう。せーの。1、2、3、4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 。1、